源氏でございます。お客様がお越しになられました。フルド様、ご紹介申し上げます。後宮家当主代行、後宮クラウスにございます。ようこそ六軒寺前。事故でいらしたとはいえ、あなたは当家の客人だ。歓迎しますよ。どうぞ当家おしばしの間ご自宅と思い、存分にくつろがれてください。ありがとうございます。自己紹介申し上げます。フルドエリカと申します。この度は後宮家の皆様をお騒がせしてしまい、誠に申し訳ございません。招かれざる客人であるにもかかわらずの歓迎、心より感謝いたします。ちょっと待て、こいつは何者だ。無能のあんたが主役ゴマじゃ、ゲームがさっぱり進まないもの。だから私自身を駒として出させてもらった。まあちょっとしたエキストラね。いくらクローズドサークルだからっていつも同じ面々ばかりじゃ飽きるでしょ。ふざけるな。ベアトのゲーム版には存在しない駒だ。俺もベアトも認めない。ベアトのゲーム版でしょ。拒否するってんなら考えてあげるわ。ベアトの意見は？ルールにイチャモンつけてゲームを降りてみる？あんたら推理者の得意技じゃない。自分の意に沿わない要素が一粒でもあったら、それを理由に癇癪を起こして思考停止を起こすのは。安心なさい。この駒については探偵宣言を出すわ。探偵宣言？フルドエリカは探偵であることを宣言するわ。探偵は犯人ではなく、その証明にはいかなる証拠も必要としない。早い話がこの子を一切疑う必要はないということよ。これなら人間の駒として登場してもいつもと変わらずに推理できるでしょ。ノックス第7条ね。探偵が犯人であることを禁ず。原文には例外条項もあるんだけど、今回は探偵は犯人でないと赤で宣言してるから、例外は考えなくていいわ。言葉遊びは嫌いだから私も赤で言ってあげる。フルドエリカは犯人ではない。復唱要求。フルドエリカはこれまでのベアトのゲームに影響を与えない。いいわ、応じる。フルドエリカはこれまでのベアトのゲームに影響を与えない。あくまでも今回初登場のエキストラよ。これまでの世界には存在しないし、影響も与えないわ。なら今の時点での在当者の人数はどうなるんだ。もちろんこれまでの人数にプラス1してもらうわ。でも安心して、フルドエリカは1人増えただけ。それ以外の在当者の人数はこれまでのゲームと全く同じ。
おわ、どちら様。うん、お客様、落ちる落ちるで来たの。は？落ちる落ちる。源氏さん、こちらの方は？お客様のフルドエリカ様でございます。フルド様、こちらは当家霊場のジェシカ様、並びにいとこのジョージ様、バトラ様でございます。え、あ、よろしく、後ろ宮ジェシカです。はじめまして、フルドエリカです。よろしくお願いいたします。好都合じゃない。これで人数がはっきりするわ。ゲストハウスのバトラたちが合流し、今客間には金蔵以外の全ての駒が、人間が揃った。そうなるわね。つまり今この客間にいる人数が在当者全ての人数ってことになるわね。18人いるはずの島が、じいさまが実は死んでて17人になった。そこにベルンカステルの駒が1人追加され。何しろ僕たちは全員後ろ宮だからね。気兼ねなく下の名前で呼んでほしいね。僕はジョージ。俺はバトラだ。よろしくな。ありがとうございます。ジョージさん、バトラさん、私のこともエリカと呼んでもらえると嬉しいです。よろしく、エリカさん。ジェシカの昔の服、あんなに似合うなんて思いませんでした。熊沢が勝手にお嬢様の昔の服を使用してしまいました。お許しください。いいえ、お客様にふさわしい身なりでしたよ。もし彼女が気に入るようでしたら、お近づきの印にプレゼントしても良いでしょう。かしこまりました。ありがとうございます。警察やご家族には連絡しましたか？はい、先方も大層ご心配なされていたようでした。ところで客人は本当に事故でしょうね。ご本人は飛行中のボートから転落したとおっしゃっております。裏付けはありますか？海保に問い合わせて確認しました。プレジャーボートの後部から転落したそうで、他の乗員たちは気づかなかったようです。実際の転落地点は分かりませんが、おそらくはここの近海でしょう。この悪天候に船遊びなど愚かなことです。しかし近海で溺れてこの島に漂着することは考えられるのですか？ありえないことではありません。この辺りの島には大抵
漂流民が流れ着いた伝承がございます。おそらく事故は真実ではないかと。この台風です。島のどこであろうとも船での接岸は不可能です。主人も丁重にもてなすようにと指示しています。粗相のないようになさい。ですが分かっていますね。はい、親族会議には一切近づけません。夕食後はゲストハウスへお引き取り願います。客人をお父様に挨拶させろというような流れにもならないようよく注意するのですよ。もちろんです。心得ております。ほう、フルドエリカとな。この六軒島に来客とは珍しい。楽しませてくれそうではないか。ベルンカステル教の駒でしょう。人間のルールに従うとはいえ、プレイヤーは魔女です。侮ることはできませんよ。問題ない。仮にベルンカステル教本人であろうとも、人間である以上わらわたちの敵ではない。何しろガープもいる。人間はガープに絶対に勝てぬ。ありがとう。でも買いかぶりすぎは良くないわ。魔女の定義は魔法が使えることだけを意味したりはしない。ですがジョーカーであり台風の目である、それが魔女というもの。この六軒島で魔女と名乗ってよいのはこのわらわ。黄金の魔女にして無限の魔女、ベアトリーチェのみである。ベルンカステル教名、エンジェの次なる駒がどの程度のものかじっくりと観覧させてもらおうぞ。